こんにちは。ブロガーそしてフォークシンガーの原慎一です。10月23日、中東情勢をめぐり奇妙な出来事がありました。時系列で整理します。この日、イラクのイスラム抵抗運動ムジャヒディーンがシリアの米軍基地2カ所をドローン攻撃したと反抗声明を出しました。ところが、皇族の具体的なニュースは何ら出てこず、 爆破時のものとして拡散された写真もいずれも過去のものでフェイクであることが確認されました結局実際に米軍基地が攻撃されたのかどうかいまだに不明ですこれに先立ち19日には確かにドローンアタックがあったことが確認されていますが損害はごく小さなものであったとのこと しかし、これを受けて国防総省は即座に、米国は地域内の米軍を攻撃せよというイラン最高指導者アリ・ハメネイ氏からの直接の命令は見ていないとイランとの関係を打ち消しました。また、ジョー・バイデンは会議室に行かなければなりません。対処しなければならない新たな問題のためですとホワイトハウスでの記者会見を途中で打ち切る一幕がありました。 実際に現場ではほぼ何も起きていないに等しい状況にもかかわらず、米政権の対応は業々しいものです。一体何が起きているのでしょうかそのヒントになるかもしれません。ロシアのシンクタンクリバールの主催者、ミハイル・ズビンチク氏と軍事専門家ダニール・ベズソノフ氏が、ポドキャスト番組で次のように分析し、警鐘を鳴らしています。 米軍基地へ有効な攻撃が行われたという情報を流すことで、新イラン勢力が、やったぞ俺たちはハマスと共にあるんだみんなやっちまえと活気づきます。ロケット攻撃の素晴らしい画像を流すことがまさにそれです。何も損害はなく、誰も怪我などしていませんが、新イラン派の連中が不満をあらわにしながら、 ハッピーになれればそでで良いのですイランはイスラエルと戦うジハードのために300万人と契約したと述べています彼らはどこにいるのか彼らはよくやっています旗を振りデモを行っていますテレビやネットの映像でよく見るデモをやっている人々の多くが イランと契約している過激派の連中であると述べていますポイントはここですこれは群衆心理ですある時点でクリックすると彼らは制御不能となり違法行為を何振り構わずやり始めますしかし制御不能どころかそれを開始するのは捜査によって可能なのです今はまだその時ではなく 群衆は今ウォーミングアップ中ですこれこそまさに地上作戦ですさらにハマスは情報担当の人々を持っています誰か第三者ですハマスがイスラエルを侵略し市民を抹殺し基地を襲撃した時に彼らはシンプルに住民を全ての人を殺害しました そしてビデオが物語っています。それは即座に公開されました。同時にハマスは囚人を解放しようとしました。したがってこれは野蛮人の一つの組織で行われたものではありません。彼らは野蛮人のごとく行動していますが誰かが正しい情報管理を行っています。リバウの分析は以上です。 もしこれが事実だとするならば、イスラエル軍による空爆が残虐であればあるほど、また、米国が状況を煽れば煽るほど、その時に近づいていくことになります。反イスラエルのジハード契約をイランと交わしている過激派が300万人、そのうち数十万人でもイスラエルになだれ込めば大変です。 先日の襲撃は早々に鎮圧されましたが、今度はそうはいかないでしょう。また、その人々の所在地が中東だけなのかという点も気になるところです。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。See you.